はいどうもごまみれですえー、リールってさ、今ね、まあ、リールだけに限らんのやけどさ、ね、もう島のお台場もさ、ほんとに嫌だよね。軽さ、至上主義みたいなさ、ねえ、とにかく軽ければいいみたいなさ。うん。嫌だよね、その風潮。ほんとに嫌い。ほら、ちょっと前まで車がそうだったねか。燃費至上主義。うん。 それがあってね、もうとにかく燃費のいい車が一番売れるみたいなさね、あの昔はねあのなんだろうデザインとかさね、機能性とかさね、家族がいっぱい乗れるとか物がいっぱい詰めるとかそういう機能性があってそっから燃費。 うん、サイズだったりとかさデザインとかそういうの考えてから燃費どうしようみたいな感じだったんやけどさ基本的にそんとあのねあのー、近年になって燃費至上主義もう燃費,う燃費とにかく燃費プリースのあたりかなうんプリースが初登場したあたりからなんか全てが狂ってきたよねうん日本人なんてそんな環境も気にしとらんのにさねやっぱお財布事情燃費はねあのガソリン代としてあのお財布事情にもき直撃するから あと分かりやすいしね、見た目が。だからとにかくね、各社各社、燃費がとにかくいい車ってのをね、どん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 開発し始めて、うん。で、あの、車が丸くなったじゃないですか、ボディーが。ね。まあもちろんねあの、価格の高騰もあるんだけど、ね、丸くすればね角ばっバットルデザインよりもさ、あの、材料費減らせるし、うん。けど一番の理由は燃費だよね、空気抵抗。 ね、四角いボディとかだったら面で当たるからさ、ね、車体重量も重くなるし燃費が向上しないわけですよ。うん、で燃費ね市場主義のね煽りを受けて、ね、それこそ、ね、日産なんかはさ日産自動車、まあ、車詳しくない人ったらごめんね日産自動車に関してはね昔ね日産の自動車のデザインはおでんだって言って。うん、ねあの おでんのその形から割とねあの親しみやすい感じで日産の車のデザインは出来上がっとるみたいな話全くないなんだけど基本的に今の車みんな丸いんですよ、うん、日産は技術で追いつけんかったんであのー、ボディをね丸くしたり軽くしたりすることによって燃費稼ぐしか方法がなかったのよハイブリッド技術が全然遅れたしディーゼルにも結局行けんかったからうんで今,今世の中がさ ね、あのー、丸い車ばっかなんだけどもうある程度さもう燃費がいいのが当たり前になってきたわけやねんか流れとしてねだからこそ、えー、鈴木がさジムニーのシエラとか出したねんかねあの往年の角ばったさベンツのゲレンデだったっけああいうのを彷彿させるさ角ばったデザインうんトヨタなんかもそうなのよ 割ともう燃費のね、プリウスとかでガンガン燃費のね、ハイブリッドの技術が向上しとるから、だからこそ燃費がいいのは当たり前、多少重量が重くても、ね、ボディが角張って空気抵抗が増えようとも、中身の気候で燃費を稼げるようになったから、だからこそ次はデザインなんですよ。ね、ある程度そこで余裕ができたから、ねあの燃費、燃費がいいのは当たり前、じゃあ燃費の次はデザインだよねっていう話になって、あのー そういうデザインの方に今夜中の時代が一周回ってすごい大事。ねデザインとか、そういうことなんかハスラーとかさ、ねまあ鈴木ばっかりあれだけど、ねカラーラインナップがいっぱいあってとかさ、ねダイハツとかもいろんなものがあったりとか、ねそういうのってあるじゃないですか。そういう感じの流れが、こっから本題ですよ。 <laughs> ね、そういう感じの流れが今釣り具業界にも多分来とると思うんだよね。うん、昔のリールって結局さ物理的に重かったからさ、ね、技術が発達しなくってけど結構なんかもうね 100g とかが当たり前みたいな感じだと思うんですけどあと部品数も増えたしね、うん、気候が複雑になればなるほどで今ってこれ画面に映っとるのが島ノの,のバンキッシュ 145g、うん、軽いっすよねー で、今これ、大和最軽量のルビアス。ルビニシウムも155だったから、あのー、まあ、この155グラムが大和最軽量。145グラムが島の最軽量。あと、アブガルシエ、まあ、ゼノンっていう、あの、そもそも145やったっけ ?142 だったっけ忘れた。超最軽量のリールを作ってるわけよ。うん。で、あのね、車業界の燃費市場主義と一緒で、 えー、もうとにかくとにかく軽いもの軽いものみたいな、うん、なんか、ね、技術者のプライドやみたいなことを言うねアホな人もおったけどぶっちゃけ、うん、買う側からしたら技術者のプライドなんて関係ないじゃないですか <laughs> ねえお客さん見てないというか自分たちの技術をひけらかすことにがもう優先になってねえ客が求めとらんというかさ ねえ、まあ軽いに越したことはないよ。けど、合成とかそういうのを失ってまで軽くするかって言ったらそうじゃないじゃないですか。うん。俺はこれをペン理論って呼んでるんだけど、ね、ペン理論。結局ね、巻き心地とか軽さとか吸ったもんだ脳ガキを垂れ,垂れるわけですよ。ね。けど、ね、いろんな経験をしていろんなリールを使って、ね、結局、ペンみたいな必実剛健。とにかく重たくて、 ね、重たいけどねめっちゃ重たいけど超頑丈でね魚を釣るには頑丈さがまず第一だから巻き心地とかそんなんどうだっていいんですよ、ね、とにかくね強いもう超剛性で魚をゴリゴリ寄せれるみたいなで壊れた時に簡単にメンテナンスができる部品の交換ができる、ね、釣,りが釣りの歴が長ければ長いほどね島のも台湾も知っとる のににもかかわわらずリールはペンに行くわけですよべ、ね、てはみんな合成に行くわけですよ。リールとしての本質、うん、そういうのがあるんだけど多分俺の中でその今のこの軽さ市場主義のリールの軽さって言ったら多分そのね強度のバランスが取れなくてこの145とか155とかこの1 5 0ム前後が多分底打ちやと思う。 こっから軽くしだしたらあの設計とか素材とか、うん、そういうのをがっつり変えなあかんし何やったら使っとるボディのね材料の配合比率だとかうん肉の薄さとかそういうことになってくるよ。うん そうなってくるとね、あのー、リールがぶっ壊れたっていうことになるから、まあ、メーカーとしては買い替え時期がね、早くなっていいかもしれんけど、客からしたら、そんなすぐ壊れるリール使いたくないじゃないですか。うん。だから多分ここの150前後が、多分、ね、あのー、そこやと思う、俺の中では。こっからさらに、設計だったりとか、素材とかってのも、 考えてね気候とかを考えたりしてその軽いのは当たり前そこからこの軽さなのに、ね、今は結構なんかだましだましの意味で、ね、この軽さの割にはすごいいいですみたいな、うん、この重量、ね、この軽さのリールに対しては、えー、いい。 剛性を持っってますねーくらいになっとるんやけど、ね、割と逃げじゃないですか、そういう。ね、キャッチ、キャッチセール。ね、キャッチコピーというかさ、そういう言い回しって。ね、逃げなわけやねんか。けど、これからは、まあ、軽いのは当たり前ですよ。けど、ね、あのー、もう、合成は任せてくださいみたいな。うちの技術やばいんでみたいな。そういう時代になってくと思うんだよね。だからなんか、軽さ、軽さっつって、ね、 あのバスマンを中心に叫んだりとかねあのメーカーがお客を見ずにあの技術をひけらかしとる時代はもう終わると思うんで俺みたいにね軽さ市至上主義にうんざりとしとる人たちはこれからのねあのー、リールがどう良くなっていくかっていうのをまあ注目してねあのー、見ていただければあのー、釣りが面白くなるんじゃないでしょうか。はいいそんな感じのお話でございます以上 リーでした。